キャンプ・デイビッドはアメリカ合衆国大統領の別荘である。正式な名称は海軍サーモント支援施設である。2012年5月18日19日の第38回主要国首脳会議の会場である。第2次世界大戦中、フランクリン・ルーズベルト大統領が大統領専用の別荘兼避難所として選定し、その後順次整備されてきた。 当初この施設は平和への気球を込めて、シャングリラという名称で呼ばれ、1945年に大統領の公式の別荘となった。歴代大統領の多くはこの別荘を訪米した外国の要人をもてなすためにも使用してきた。その最初は、第二次世界大戦中の1943年5月に滞在したイギリスのウィンストン・チャーチル首相である。その後、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が、自身の人孫の名であるデイビッド・アイゼンハワーにちなんで、キャンプ・デイビッドと変更した。1959年に、アメリカ合衆国大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーと、ソビエト連邦最高指導者、ニキータ・フルシチョフの間で行われたキャンプ・デイビッド、会談や、1978年に、エジプトのアン・ワルア、イコール・サー大統領、 イスラエルのメナヘムベギン首相が結んだキャンプデイビッド合意など歴史上重要な出来事の表舞台にもなった。2019年9月にはドナルド・トランプ大統領、ターリバーン幹部、アフガニスタン大統領による極秘の三者会談がキャンプデイビッドでセットされていたが直前に破談となった。第38回主要国首脳会議の会場になった。2012年 G8 サミット場所は 首都ワシントン DC から約60マイル。標高約250から400メートルでメリーランド州のサーモンとキャトクティン山岳公園の中にある。面積は約125エーカーで公園内の最も高い山で標高600メートル弱である。大統領はホワイトハウスからはマリンワンで移動する。ありがとうございます。